皆さんこんにちは。スクイズ速報です。今期から中日ドラゴンズに所属し、勝負強い打撃でチーム浮上の一角を担うよう期待されていた中島博之選手、しかし16日に構想外になったことが分かりました。42歳と大ベテランの域に入っていますが、本人はまだまだ現役続行を希望、そして西武復帰の可能性が浮上しているようです。果たして古巣復帰はあるのでしょうか。今回は中島選手の戦力外や今後についてご紹介していきたいと思います。西武、オリックス、巨人と渡り歩き、今季から中日ドラゴンズでプレーしていた中島選手、そんな彼が16日戦力構想から外れていることが分かりました。24年目を迎えた今季は開幕1軍入りを果たしたものの、4月19日に右第5中で骨膜損傷で抹消されてしまい、その後1軍登録され代打で起用されるも、シーズン序盤での故障も響いたのか、1軍では15試合の出場で無安打に終わっていました。関係者によれば、球団の期待に応えられず悔しさ、申し訳なさが募ったのですが、野球への情熱は変わらず現役続行の道を模索する意向、獲得してくれた中日への恩義、感謝の思いを持ちながら新たな勝負の場を求めると言います。野球への思い、取り組む姿勢は1軍でも2軍でも変わらなかったと言います。7月29日に抹消後、1塁での出場を志願、今季は DH か代打のみでしたが、守備から体のキレを出し打撃の状態を上向かせることを目指しました。チームメイトから求められれば通算1928安打の技術や経験を伝授、42歳を迎えてもなお向上心は衰えず、若手と汗を流しながらバットを振り込んでいました。今季終了までプレーを続け、シーズン後はオファーを待ちながらトレーニングを継続する予定とのこと。中島選手は1982年7月31日に兵庫県生まれ、伊丹北から2000年ドラフト5位で西武入団、11年オフにポスティングシステムで大リーグ移籍を目指し、ヤンキースが入札も交渉決裂、12年は西武に残留し、同年オフに FA でアスレチックスと2年契約。しかし2年間でメジャー出場はなく、15年に国内復帰しオリックス入団、19年から巨人、今年は中日でプレーしており、通算1948試合、1928安打209本塁打995打点打率2割9分2厘と素晴らしい実績を誇っています。しかし年齢による衰えは隠せず、数字で見ての通り安打はゼロ、実際に見てみてもスイングスピードが明らかに遅く、打球も強い打球が打てず、かなり苦しんでいる姿が見えました。遊撃手としてプレーし、ホームランと打点を量産していたあの頃とは比べ物にならないほど劣化していた中島選手、今回の戦力外も当然ながら力不足、年齢も高齢ですし、チームとしてもこれ以上置いておくことはできなかったのでしょう。入団会見時にはすごくワクワクする、またプレーできる喜びが大きいと心境を語り、勝利に貢献する打点を一つでも多く挙げられるように精一杯やりたいと意気込んでいた中島選手、しかし期待には応えられないまま終わってしまうことになりました。戦術の通り、今季42歳を迎えた中島選手、年齢を考えても引退してもおかしくないですし、本人はあくまで現役に関わっていますが、現実的に考えれば獲得球団はいないでしょう。ですがこの状態でも獲得に動くのではと言われている球団があります。それが埼玉西武ライオンズです。昨年巨人を戦力外になった中島選手、この時獲得に動いていたのが中日ドラゴンズと西武ライオンズでした。スポーツ紙デスクによれば、憧れの松井稼頭央監督が指揮を執り、気心が知れた仲間がいる西武に復帰したい気持ちがあったようですが、コーチ兼任での打診だったようです。一方で深刻な貧打に苦しむ中日は、選手一本でのオファーだった。この時点では巨人を退団した中田翔の去就が決まっていなかったので、中日が中田を獲得できなければ中島は一塁のレギュラーの有力候補でした。通算2000安打まで残り72本に迫っていることを考え、中日入りしたのは納得できる決断ですと話しています。しかしその後、中田選手が中日に入団することが決定。
中島選手は代打の切り札として期待されましたが、結果は戦術の通り。この状態について現役時代に代打で活躍した他球団のコーチは中島選手に同情的な見方を示しています。代打は本当に難しいんですよ。試合に出るのは数分間ですが、結果が出ないと精神的に参ってくる。ポテンヒットでもいいので H ランプをつけたいけど、凡打や三振が続くと得意なコースにもバットが出てこなくなる。これが一試合でもスタメンで 3,4 打席チャンスを与えられたら全然違うんですよ。そこで1本の安打が出たり、凡打でも打席で感覚をつかんだりしたら、代打で起用された時に良い結果が出やすい。中島は全て代打起用だったので難しさがあったと思います。途中出場でも一塁の守備について打席が与えられたら違う結果になったと思いますよ。現在2軍で調整中の中島選手ですが、ウエスタンリーグでは21試合出場で打率1割7分6厘0本塁打3打点、四球をきっちり選んで出塁率326はさすがですが、これでは戦力として厳しいです。案の定戦力外になってしまいましたが、これに民放のテレビ関係者は、本人が現役続行を望むなら古巣の西武が獲得を検討する可能性があります。サクオフと同様にコーチ兼任という条件提示になるでしょう。ただ一選手としても頻打が深刻なチーム状況でチャンスは十分にあると思いますと指摘。これが西武入りする可能性があるという理由となっています。西武は功労者を迎え入れた歴史があります。松井和夫監督は現役時代にメジャー挑戦後、楽天で7年間プレー、18年に西武に15年ぶりに復帰すると1年間プレーして現役を引退しました。また平成の怪物と称された松坂大輔氏も20年は中日で首の痛みが影響し、脊椎内視鏡頸椎手術を受けたため一軍登板なしに終わりましたが、同年オフに西武が獲得。翌21年は一軍登板がないまま現役引退を決断。最後に日本ハム戦で引退登板の機会が作られました。さらに遡ると元西武のエースとして活躍し、ダイエー、巨人、横浜と渡り歩いた工藤公康氏も46歳という年齢で獲得しています。中継ぎ左腕が補強ポイントだったこともありますが、最後は西武で終わるように手配してくれたのです。松井和夫さん、松坂さんは全盛期を超えていたので戦力という観点で考えると厳しかったが、若手に与える影響力が大きかった。獲得した価値は非常に大きかったと思います。西武の中心選手として活躍した中島は現在もファンから根強い人気を誇ります。将来の幹部候補生ですし、獲得すれば盛り上がることは間違いないと西武の球団 OB は可能性を指摘。西武は今季借金40以上を背負い再開が確定しています。その要因は多角的に検証しなければいけませんが、深刻なのは12球団で唯一シーズン300得点に到達していない頻打です。規定打席に到達している野手は二遊間を守る源田壮亮選手、外崎修太選手のみ。4番一塁で期待された新外国人のヘッス・アギラー選手は30試合出場し、打率2割0分4厘2本塁打10打点で、5月8日に右足首痛で登録抹消に、8月下旬に米国で右足関節後方の強視化クリーニング手術を行い、今季限りでの退団が濃厚になっています。その後に山村隆義選手や陽川直久選手、本山飛雄選手、野村大樹選手、渡辺健人選手などが一塁でスタメン起用されましたが、定位置をつかむ結果を残していません。スポーツ紙デスクはチーム再建に向けて若返りが急務の中、42歳の中島を獲得することに疑問の声が当然あると思いますが、コーチ兼任でプレーする中島の姿を見て若手が学ぶことは多い。米国でプレーしオリックス、巨人、中日と他球団を渡り歩いたことでいろいろな野球を勉強してきましたし、西武に還元してほしいですね。一塁の定位置を目指す姿もチームに良い影響を与えると思います。西武で共にプレーして気心が知れた中村剛や栗山匠もいますし、もう一花咲かせてほしいですとコメント。乱闘のイメージが強い彼ですが、実際は非常に優しく兄貴分として多くの若手に慕われていました。
それは巨人時代に YouTube で公開されていた動画でも確認できており、ファンサービスも素晴らしいとファンの間でももっぱらでした。技術は惜しみなく伝え、何かあれば相談に乗る。 WBC などで世界で戦った経験は今の西武にはないものです。過去を見ても現状を見ても獲得に動く可能性はあると言えるでしょう。残されたチャンスはほとんど残っていない中島選手、果たして古巣西武への復帰はあるのでしょうか。今後の動向に注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。